里見先生の名護さんの。やだやだ、安藤は渡さない。私は別に。やだったらやだ、いやだ。ジフーちゃんも機嫌悪いの？今日はチグヨハンはアンさんとお話ししまへんで。せやから今日はチグヨハンに代わってこのリッスンがアンさんのお相手をさせてもらいます。ジフーちゃん、言っときますけど、チグヨハンのこと子供だと思って舐めたらあかんで。返して、アンとリッスン返して。男の子と女の子が付き合うっちゅうのがどういう意味かぐらいわかる。アンとリッスン、ええ加減にせんか、ボテクリコカスドキさん。ジフーちゃん、間違ってる間違ってる。あとこ、安藤がいじめた。安藤見て見て、クッキーにやってもらった。はあ。ねえ、安藤かわいい？うん、かわいいよ、ジフーちゃん。ああ、もう別にいいよ、ロリコンで。ちふゆもできた。ああ、はいはい、じゃあ次はちふゆちゃん。みかんどう？安藤、うん、ちょっと違うかな。え、安藤自由でいいって言った。え、自由でいいって言った。